皆さんこんにちは、ケンです。今日はサイクルガイドのお仕事です。今ですね、サイクルベース朝日春日井店というところに来ています。こちらの店舗はですね、愛知県にあるサイクルベース朝日の中で一番大きい店舗になりまして、2階はスポーツバイク専門フロアとなっております。皆さん知らないと思うんですけども、まあ、朝日はママチャリとかそういうイメージあるかもしれないんですけど、実はスポーツバイクを取り扱っているコンセプトストアもたくさんございまして、まあ、その中でも愛知県で一番規模が大きい店舗になります。今日はそこで朝日としては初開催となるグラベルロード限定のグラベルライドっていうのを、サイクルガイドすることになりましたので、朝日は e バイクツアーは定期的に行ってるんですけど、こういったグラベルライドっていうのはやはり路面がね、まあ、荒れてる道を少し走るわけですから、まあ、危なかったりするんですけど、まあ、そこもしっかりとねコースは精査して、準備いたしましたので、今日は皆さんはねたくさん来ていただいてるので、はい、しっかり楽しんでもらえるようご案内したいと思います。さらにですね、メーカーさんにも協力していただいてます。まあ、いつもお世話になっております PR インターナショナルです。今日はよろしくお願いします。しお願いします。今日もね、PR インターナショナルさんとコラボで、はい、15時まで限定でこういったグラベルグッズウルトリーブとか、まあ、完全防水ですね、SK スポンプとか、あとはバッググラベルのパッキンググッズとかシュワルで G1 シリーズですね。朝日がね取り扱う中で一番高い、ガノーのゼネラル、高級なカーボンバイクですね。こういったグラベルロードも2階の方にたくさん置いてありまして、買えるようになってます。オープン前なんですけど賑わってます。じゃあ早速今日は行っていきたいと思います。皆さんお集まりいただいてありがとうございます。わざわざ来ていただいて、いえいえ、すいません、ありがとうございます、はい。今日は待ちに待ったちょっとイベント開催で、今までいろんなイベントをちょっと企画してきたんですけど、天候不順とかちょっと今コロナの影響で少し延期したりもしたんですけど、なかなか開催にこぎつけることができませんでした。はい、ただ今日はもう天気にも恵まれて、まあちょっと緊急事態宣言と出てますけど、しっかりコロナの感染対策、まん延防止と、はい、こちらに関してはしっかり配慮した上で、イベント開催させていただきますのでご安心ください。はい、今日のコース決めて企画担当させていただきます。もう本当晴れてこう楽しみにしていますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日のコース案内、あとは1日の流れ、はい、ここをしっかりご説明させていただきますので、はいはいはい、ではご紹介させていただきます。まず今日のコースなんですけども、この春日井店から犬山方面に行きます。で、距離にしたら、まあ、往復で50キロぐらいです。はい、ただし獲得標高といいまして、まあ、上りですね、それはまあ400から500ぐらいですね。で、まあ、グラベル期間は約そうですね、2割から3割ぐらい、はい、全体のうち走らさせていただきます。で、今日見つけたグラベルコースはですね、もう地図にも載ってない場所になってます。あとは次に走る時の注意点になります。まあ、グラベルライドですし、コロナもありますので、車両は、まあ、1台半分ぐらい開けて走行してください。で、手信号につきましてちょっとご説明させていただきます。基本的に私先導することが多いと思うんですけど、止まりますはこう高く声を出して止まりますで手を挙げます。で、次減速ですね。減速する場合はこういう風に斜め右下でこういう風に揺らします。これが減速ないです。減速します。基本的に声出しますのでご安心ください、はい、であとは右に曲がります。こう右に曲がります。で左に曲がります。で基本的に左側走行なんですけど、まあ、途中で車が止まってて膨らんでいかなきゃいけないっていう場面ですね。そういった時は、車といってこう内側に行ってくださいっていう合図ですね。左側でやらせていただきます、
はい、歩行者もまあ同様な形で人とか自転車っていう風に、はい、大声で出しますの でお客様につきましては、まあ、手を挙げるのちょっと怖いよということであればもう上げなくても大丈夫です、はい、まあ、ただ声出しはしてほしいなっていうところになってます、はいはい、でまあ、今日ですね、撮影班が3人いまして、あの写真も動画も撮らせていただきます、まあ、よかったら、もうカメラのやつに処理していただいて、はい、ぜひ思い出にも残りますので、はい、よろしくお願いします。これ犬山の道中までで、はい、どっかで休んだりしたりするんですか？そうですね、申し訳ございません。1時間ごとに休憩を取ります。なるほど、わかりました。で、水分補給も、まあ、信号とか長そうなところに把握してますので、はい、その時に、フォローさせていただきます、はい、で、遠慮なくトイレしたい、行きたいっていう場合はお声がください、はい、もうこの辺りの地域は把握してますので、はいはい、ちょっと立ち寄りも全然できます。はい、ちょっと失礼な話ですけど、今おいくつ？53です。若い。体もすごい。いやいやいや、出てますよ、出てます、出てます、ね、ちょっと頑張んなくちゃいけないです、これから。私に言ってんのとか言って、チラッと見たでしょ、今チラッと見たでしょ。ここやばいっすから。ここやばいっすよ。ここやばい、やばい、やばいっすよ。走っても痩せないっすよね。そうなんですよ ね、そうなんですよね。今日はもうこういう感じでみんなで和気あいあい、はい、ちょっとグラベルっていう自転車の楽しさを知っていただければなっていうところと、はいはい、まあ、あとはこのオンロードだけじゃないんだよっていうところを、ね、体感していただける、はい、いいイベントになってますんで、はいはい、でやっぱグラベルっていう自転車だと、まあ、今お話しした通りガタガタした道を走ったりっていうこともあるんですけど、いわゆるバイクパッキングっていって荷物の積載ですね。キャンプ好きですよね。キャンプ好きです。やってますね。ですね、もうやってそうな雰囲気が出てるんですけど、はい、だからそういった時に自転車に荷物をこうくくりつけて持ち運ぶための方法だったりとか、そういったところを今日 PR インターナショナルさんがお越しいただいて、ウォズミさんが、そういったちょっと知識とか、まあ、ポイントとか、あとは取り扱ってるオルトリーブって言われるバッグのメーカー、あとはタイヤに関しても少しお持ちいただいて、ご案内させていただく時間を設けさせていただいてます、はい、ですので、まあ、初めは少し聞いていただくことと多いかと思いますけど、ちょっと分かんないなとかそういったところあれば、もうこんな機会ないのでそうですね、はい、もうね、貴重な機会ですね。そうですね、それこそそういうちょっとメーカー様の営業担当様から直接お話が聞ける機会っていうのは少ないかと思いますので、ぜひともちょっと我々も勉強の機会にさせていただくっていう形ですけど、ここからは少しお任せして、はい、商品のご案内をしていただこうかなと。はい、今日一応このオルトリーブっていうテントの名の通り、オルトリーブが結構メインに持ってさせていただいてるんですけど、まあ、オルトリーブっていうブランド自体がこれ完全防水で作ってるブランドになってまして、基本的にはもうどのような状況でも走っても、まあ、濡れにくい、濡れないっていうところ、まあ、濡れにくいというかほぼ濡れないです。で一応いろんなサイズ、まあ、本当に適所にあった本当にお客様もいろいろつけられてるような後ろのサドルバッグだったりとか、そういうところも、まあ、大きさそれぞれで入れるものそれぞれでっていう感じで選んでもらってっていう感じで、まあ、いろんなものをちょっと今日ご用意させていただいて、で、まあ、オルトリーブっていう商品と、まあ、この下のシュワルベですね、はい、ちょっと説明最初にちょっと忘れたんですけど、本日持ってこさせていただいているのがこちら全部ドイツブランドの商品になってます。で基本的にはもう何ですかね、もう商品的には最新のものを今回持ってこさせていただいてるんで、いろいろご紹介ができればなというふうに思ってます、まあ、こちらが一番オンロードを走ったりとか砂地を走ったりとかバランスが取れてる一応タイヤになってます。でこの辺りになってくると、まあ、少しちょっとがれたところとか、まあ、ちょっと砂地とかそういうところとかも含めていろいろ走っていただけるようなものになってまして、でこっちがもう完全にがれたところを行くような、もう本当に砂利だったりとか、もう本当にちょっと角張った岩とかというところも、まあ、ある程度はいけるっていう感じになってますね。でこちらの SKS っていうブランドですね。今回ちょっと、バック系をちょっとメインに持ってきてるんですけど、もともとはフロアポンプだったりとか、あとマットガードですね、こちらの
商品がすごい長けてるブランドになってまして、こちらもドイツの商品になってまして、一応もこのようにメイドインジャーマニーって書いてある、まあ本当にドイツ製の商品ですね。マスキングテープみたいな、いいバイクですね。しかもこれあのブラックエディションじゃないですか。いや、そうなんですよ、限定ですよこれ。そうなんですよ、欲しいんすよ買えなかったです。これ買えなかったですよね。買えなかったですこれ。また出したらちょっと教えてくださいね。あ、そうですね。だからブラックエッジもここもあったんですけど、入んなかったからやめたんです僕。あ、そうですよね。入んない、あれ三角形なかったですもんね、ええ、ないんです。いいな、でももう車体にマッチしてますね、ほんとブラックエッジは。楽しい、これでいいですかね。あ、そうですね、巻き方はこれで間違いなく大丈夫で、で、ちなみにちょっと、はい、あんま入ってないですよ、ね、あ、そうです、ね、多分これあの密閉されてる状態になってると思うので、はいはい、こうまず解除しといてもらって、こうやって抜くんだ。そうなんですよ、すいません。あ、よかった聞けて。僕ずっと潰してたんですよ。そこをで、これずっと握ってんのめんどくせえなと思ってたんですよ。すいません。あ、そういうことだったんですね。中身がちょっと多分、はいはい、大丈夫です。厚みやっていい。すいません。で、そういうことなんで均等にこういう風に巻いてってもらって。今この状態で抜けてってるんで、どんどんこれ今シューティーって言ってると思うんですけど。ああ、そっか、ありがとうございます。いえいえ、すいません。いや、もう来た感ありました。ああ、よかったです。もう来た感ありました、もう収穫がありました。ああ、そこ引っ張るんだ、知らなかった。で、あの最後に、はい、まあ今日、まあ、あ、結構ここまで行っちゃってるんで、うん、あれなんですけど、一応これで最後にキュッて締めてもらえれば、コツがちょっと斜め右にキュッてやってもらうと、多分押すんですかこれ。押してもらうと、それ であの引くときはこれでいい。そうですね、それで。わかりました、ありがとうございます。よかった、シューって音がしてるからそれでいいんだと思ってたんですけど。今日ってペットボトルとかいい、入れちゃって。あ、なんか多分重たいものを多分こっちに全部入れちゃって、こっち側に入れようとしたんですけど、はい、あのちょっと多分後ろが多分あの結構重たいもの入っちゃってるんで、ちょっと物の入れ替えだけちょっとしてもらった方がいいかもしれないですけど、はいはい、ありがとうございます、はい、わかりました、了解です。見てください、みんなのそれぞれ個性的な、これがあの女性のお客様の姿ですね。かっこいいですよね、マットで。で、シュワルベの G1 オールラウンドですね。こっちはジャリフランクブラザーズのシャリに書いてますね。冒険っていう極太タイヤ 40C、 あっちもね、ジャリでダブル TV、 これも太いですよ、見てください。ここ隙間がない。フレーム削りながら走ってこれもシュワルベ G1 ね、キャニオンキャニオンのグレール、 G1 のバイトかな、これバイトやね。さっきの女性の方のやつはオールラウンドで、こっちはバイトだから、こっちの方が、オフロードより。でこれスペシャライズだね、これすごいね、これはすごいね、スペシャルのタイヤなんだ。セミスリップ、ここはまっすぐ走る、まあ、オンロードでは速く、オフロードでは不利。まあ、私の今履いてるグラビル系もですよね、一緒やね。この中だと私が一番細いね。みんな個性豊かで楽しそうですね。まあ、これらのタイヤだったら今日案内するとこは走れますんで、じゃあ行ってきたいと思います。
バイクパッキングしてるところをね、パッキングしてるところを、今からね、広いところ、あ、これもこれもはい、上りここまで。全部グラベル。こんなんないっすよ。電車屋以外で初めて見たこんな外で。本当に。いい感じに色もね。確かに。はい、所属。かっこいい。じゃあ皆さん今1時5分なんですけど、はい、まあ特に時間も設けないですけど、まあ1時間ぐらい、はい、ゆっくりみんなでご飯食べましょう。はい。コーヒーは食後にご馳走します。ありがとうございます。トイレもあるので。トイレもあります。ちょっとまあ桃太郎とかも後で出発の時にちょっと写真撮りに行きますんで、今は休憩に努めてください。はい、ソーシャル保ってお願いします。ソーシャル保って、はい、恥ずかしい、持ってきます。そりゃそうだよね。それ疲れるとか一瞬で沸くお湯専用の、確かね、この線あるじゃないですか、これが変わるんですで、3分ぐらいなんですか、お湯沸かしに特化してこのコーヒーを使いたいと思います。ユニックワールドっていうで、2種類用意してます。ちょっとまあガツンってくるタイプのコーヒーと、まあ、いわゆるノーマルと言ったらあれですけど、はい、2種類から選んでいただこうかなと思って飲まいたいと思います。沸きましたね。沸きました。じゃあ1杯作ってみましょうか。はい、2種類ございまして、結構いいコーヒー持ってきたんで、はい、こっちの方が、ガツンときます。はい、ちょっとパンチがあるコーヒーと、まあ、いわゆる飲みやすい、はい、私も一回飲んでるんですけど、非常に飲みやすい、苦味も少ないですね。はい、こっちの方が苦味濃いかな。どっちがよろしいですか。じゃあ私はこっちで。はい。じゃあこっちですね。そうだね。はい。砂糖とかないですね。はい、じゃあ2杯入ります。いやいや、色選ばせないと、色いやいや、僕がもうイメージですから。イメージ。ピンク。ピンクがいい。ピンクですよね。ピンクがいいですか。100点満点。いや100点満点の答えもらったじゃないですか。そうだよね、持っても熱くないんだもんね。まあ、デメリットはお湯以外ちょっと使いづらいですよね。調理はちょっとねしづらいですよね。できるんですけど、あんましたくないなっていう。持ってやるしかない、ね、しかも深いんでちょっと厳しいんですよ。入らない。知れたの。150なんで、それぐらいで結構ですよ。はい。そうでしょう。はい、お待たせしました。メインがマドラーあります。持ってきてますよ。マドラー。わあ、すごい。かわいい、かわいい。かわいい。かわいい。すごい。あ、ショートコーヒーだっけ。それを可愛いって言っとったんや、気づかんかった。めちゃくちゃ可愛い。ただの棒は可愛いと言います。じゃあただの棒可愛いと言ってるでもこれキャラ違うんじゃない。キャラ、あ、同じかこれ私飲んでいいんですか。ピンクで。ありがとうございます。いただきます。
はい、楽しいです。はい、ここまでです。上りはここですね。はい、じゃあここで止まりましょう。もうここからはずっと路面注意なんで、はい、自分たちの判断でお願いします。はい、はい、お水いや今日一番きつかったですよね、これがね。これが一番きつかった。はい、特にあの右側は崖ですから、はい、ちょっと瓦礫がザザーッと落ちてるんで気持ちいいですか？涼しいですよね。夏もおすすめですよ。はい、車も来ないので安心して路面だけ注意していただいて。これは左側の方が走りやすいです。右がちょっと荒れてます。ここ石注意、石注意。はい、ここも石注意。本当にすごい。ちょっと、はい、こんな中に入ろうと思いましたねそうですね、もう冒険家なのではい、砂利道出ます。グラベル登ってるなはい、ここ苔注意ですね、滑りやすいんで。ここからですね、葉っぱの種類が変わりまして、針葉樹林、落ち葉見てもらうと、なるほど、ちょっと変わってきます。なので路面の変化もお楽しみください。はい、前葉っぱ出てきてます。はい、一回ここら辺で、止まります。ちょっと危ない箇所もあるので。見覚えありませんか、これ。どこですかこれ見覚えありませんか、ここ。え、まさかまさか、ありがとうございます。動画のご視聴ありがとうございます。ここに入ろうと思って服持ってきたのにそう、僕が飛び込んだ動画で、汚ね汚ね言うけど全然綺麗なんです。綺麗ですよ、綺麗ですよね。綺麗ですね。雨降ってましたから前日、雰囲気があれやね、やっぱり。はい、お世辞がありがとうございます。入らんの今日は。今日か、ちょっと今後がまだあるのでちょっとオルトリーブの防水性を試すんですか。あ、そうそう、いいチャンスですね。そのまま飛び込んで、そのまま、いい動画が撮れそうじゃないですか。ちょっともうちょっとずらしませんかね、今日は寒いです、はい、で、まあちょっとここで止まらせていただいたんですけど、次あそこですね。ちょっとさっき言ったように網の部分が危ない部分があるんですよ。なんでそこだけ注意してください。ちょっと一回ここで止める。あそこにあります。はい。じゃあ引き続き行きましょう、はい。もうすぐですね、登り終えて下りになります。はい。はい、ここ路面注意。ここ、ここ、ここ注意。もう一個欲しい。はい、ゴールゴール。もう一個欲しい。ほら、ゴールゴール、ここですよ。はい、ここで一回止まりますよ。はい。登り切ったら止まってください。あ、はい、あ、といつきついきつい、はい、当たってよお疲れ様です。はい
はい、今から下ります、はい、でちょっと道が狭いです。あの道路出るまで道が狭いのと、あと苔があるのでやっぱり滑らないようにゆっくり行きましょう。はい、はい、はい、ここ落ち葉注意です。まあ綺麗なため池をちょっとご紹介したいと思います、はい、この橋綺麗だなと思ったんですけど、はい、ここちょっと注意してくださいね。ここがね、結構霧とか出るともやとか出るとすごく美しい、で反射してるんで写真撮るにもこっちの方が綺麗に。あらららら、その感じはもしかして自転車で？電車で俺といい。あ、皆さん、私とっておきの場所ご紹介します、はい、写真スポットです、うん、よかったらお付き合いください。あります。はい、ここで止まります。ここ止まります。あ、でかいのいる。何あれ、はい、何あれ、すごいでっかいのいるじゃん。5匹ぐらいあの辺に主みたいなの、ここ一本見えるね。でかっ。あ、すごい。あー、なるほど、映える。ここに並べてグラベルロードを撮ると映えます。みんなで並べましょう。なんかかっこいいじゃないですか、それ。じゃあ並べましょうか、いい感じに。
疲れ様です。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。走行距離は約50キロ。はい、はい、どうでしたかね。めちゃくちゃ楽しかった。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかった。はい。気温もちょうどよくて、はい、もう暑くもなく、これ夏だともっと辛いと思うんですね。はい、ただ夏に、まあそこの人形にまた行ってほしいなと。パワーとか使ってもらうと水蒸気とかも。ああそうですよ。どうでしたかね。いやいやもうまずね、こんないっぱいで比べるって話したことがしますので、はい、非常に楽しかったです。ありがとうございます。どうかね、捉えてる感じで。はい、ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん終始笑顔も多く、会話も弾みです、はい、特に、まあ、パッタキ、はいはい、まあ、みんなもう5歳児ぐらいの感じではしゃいでたのをたくさんカメラに収めさせていただきました。またちょっと何らかの形で共有したいと思います。ありがとうございました。インスタもケンさんで、はい、やってます。ケンさん、はい、あのまた。あ、そうですか。はい、僕はあのそういうのやってなくて、LINE もないから困っちゃうから、ないんですか。だからもう探すしかないで。インターネットで見れるので。はい、ケンさんとケンマミ。さっき奥さんいたと思うんですけど、夫婦で自転車チャンネルやってます。それが YouTube、はい、YouTube です。インスタは？インスタは個人で、はい、ケンさん、ケンさんでやってます。ケンさん全部カタカナ。ケンはあれですね。ケンはカタカナ。ケン E N、ケン E N で、サンはひらがな。あ、サンはもう自分で言ってるだけです。ケンで多分言ってます。はい。ケンなんていっぱいありそうじゃないですか。まあそうです。で、写真はインスタグラムの方では今日の写真はもう多分アップします。おお、はい。動画は今日中に多分できるかなって思います。はい。帰って編集して。はい。期待してます。めっちゃ長編になると思う。長いと思う。こんなに写真撮ってもらったことないので。はい、動画も長いと思う。めちゃくちゃ長いと思う。はい。よかったらね。いやいや、絶対見ます、はい。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。しっかり締めまでしっかり、はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとう。